がなかったということで、トータスさんが悪いことにしとこう。クルマイツ。クルメイト。ジューしまう、ジューしまう、植えたけしまう。おまおじがいる怖い。あ、なら。ゲン。なら、ゲン。え、はい、ガミオマオジがクソ怪しいです。ケイさんしか犯人いないっしょ。はい、はい、ケイさんです。ガミオマオジでライン見られていいです。え、ガミ、ほぼガミオマオジです。生きてる高田さんを配線前に置いて、ガミオマオジの順で出てって、すれ違ってケイさんが展望入ってって通報で、ガミはシェリフです。はいはい、え、お二人つながってるでしょ。つながってたわ。じゃあもう繋がってていい。ちょっと状況を教えてほしい。状況がわかんない。だから、ガミオマオジで配線してて、ガミオマオジの順番で抜けていったんですよね。はい。そした時に、その時点では高田さん生きてました。はい、生きてて、だから俺ら二人を展望に置いてきたのよ。で、そしたらその追いかける形でケイさんが展望に入ってきて、今ボタンで高田さん死んでるから。あ、オッケー。ちょっと待って。え、僕ちょっとそれバカすぎ？ガミさんとオマオジさんが僕視点重なってたんですよ。で、出てきて、高田さんがその前に入ってきて、それを見て、高田さんのところ追いかけた高田さんが死んでたんですよ。まあ、でもガミシェリフなんで。え、インサーしてもマオジさんは不可能なんですか？無理です、無理です。普通に他も洗いましょう、他も洗いましょう。うん、そう、他も洗いましょう。7個さん無理です。コックピットから宿舎前まで一緒に走ってるんで無理です。サントス7個。一応、現です。一応、コックピットでリングフィットして、U ターンして戻って、小見舞通路に戻ったぐらいの時間はあったので、ベント切るって言われたら、可能なのかな。お三方に伺いたいぐらいで。直近なんですよ。まあまあ直近ですよ。直近なんですね。直近直近。お前さんしても1秒前ぐらいってことですよね。直近も直近じゃ、いや、まあ1秒、本当に今死んだとか言うわけじゃないかもしれない。それは、ちょっと待って。どうせ多分これ僕釣られる流れだから、ちょっと置いて。ガミさんが半笑いしてて、絶対僕インポスターだと思ってるなと思ったけど、違うの。多分ね、半笑いだから多分そう思ってると思うけど。はい、だったら弁当洗った方がいい、うん、コックピット弁当の方がいい。ジュニア、情報機右で停電直してアーカイブです。俺、弁当やったら俺がいけるんじゃないから、武器庫でおまじとすれ違って上上がってるから。でも、ゲンさんが込み前通路にいるんですよね。いや、まあまあ、多分最後はそこです。じゃあ無理やと。いや、あのさ、あ、ごめんね、ケイさん。ケイさん話し切った方がいいか、だったら。ケイさん、なんか言いたいこといいですよ。いい、俺とサントスさんでゲンさんとすれ違いそうだなと思ったんだけど、ゲンさんあった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 。あった、あったよ、あったよ、いた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 。そうなんだ。あ、でもね、ななこさんちょっと先行してるから、ななこさんは見てないから、私はあった。あ、いい、釣っていいけど、僕クルーだから、ちょっと、ガミさん半笑いになるの分かるけど、ちょっと詰めて。はいはい、僕だってアホでしょ、それやってたら。しかも自分で通報してんだよ。ケイさんの話したいな。弁当、ちなみに、金で大量に湧いてましたが、梅ケンさんは含まれていません。ボタンいきます。え、何これ、はい、右行きます。ボタンっていうか、レポートだからな。てかガミさんがケイさんを切った方が良かった気がしたけどな。はい、ナイスナイスボタン。はい、まあ投票しといてないけど、そうか、レポートはしてんのか。そうだから、レポートしてるから白いと思う。私唯一スキップ入れたんだけども、なんかもう一回話整理してからでもよかったかと思って。まあ整理しましょう。一、さっき話せてないですけど、一旦置いときます。いやいや、聞きたい。いいですか。僕メインターン巻きで、除染と配線をしてエレキのはしごを降りようとしたら終わりです。なのでガンキです。誰とも会ってないです。金庫側からのイベントは誰ができます？ゲンさんできるんじゃない？ゲンさんってコックピットからですよね、うん、はい、こっちからリングピットやって込み前通路で終わりです。で、ナナトスが一緒にいたんでしたっけ？そう、ナナトスが、コックピット一緒にやって、ナナコさん先行、サントスが後ろで、最後宿舎前の扉が引っかかってしまってたので、ナナコさんに追いつきましたっていう感じです。で、ナナコさんが先行してる分ゲンさんと会ってないですけど、私は込み前でゲンさんと会ってるので、実時点でゲンさんがコックピットにてベント飛ぶことは可能です。うん、うん、
で、トータスさんは武器工で、それは誰かから見られてます？おまおじに見られて、下終わって、下の時に一緒に高田さんとやってて、で、出て、おまおじとすれ違って、俺は武器工、上のタスクをやってる。やり終わったぐらい。時系列的に多分なベントで飛んでキルしてっていう時間はないと思う。だからで、しかもゲンさんが先行してるから、ゲンさんがコックピットベントなら蓋してるはずだから。うん、サントさんとナノコさんが宿舎に行った時って扉はどうなってました？閉まってて、閉まってた、全閉まり、全閉まり、うん、全閉まりのはず。おまがみが二人街だった場合はちょっとしょうもない展開ではありますね。いやでもだとしたらセリフのっぷりはさすがに無理だと思う。え、梅健さん、ちなみに梅健さんは死にないんだっけ？キッチンで死ぬほど湧いてたの中には含まれていないと記憶してます。うん、左がそれなら、でも、でも、不死身やネロ、うん、キッチンの不死身ネロとか。でも、計算を釣ったなら、でも、計算を釣ったなら、ごめんね、上計算の話振っといたんですけど、計算を釣ったなら、原産釣りで弁当切る。弦釣るんですか？いや、でも弁当切るの最、あの、計算の白毛屋ってことっすね。弁当キルの可能性は、だってガミさんたちの情報でケイさんを釣ったんですよね。でガミさんたちは弁当キルは時系列的に不可能という主張だったからケイさんに名を使ったはずなん で、ね、私まで名を使うのは矛盾してると思いますけど。超超緊張。釣らなくて。ケイさんを黒と見るならここでスキップが一番。シリフがそれならシリフの進行に戻りますが、しましょう。私は入りました、うん。弁当があり得るとしたら奥まで行ってるパターン。うん、あの後高田さんが。ああそれしかない、逆に言うと。まあ、それはあるんじゃない？先にやると思うけど。これ間違ってんのかな？いやでも、レポートしないよな、インポストだったら計算がある。計算がインポストだった場合は、間違ってレポートした場合パターンくらいかな。何これ、とりあえず昇降機右で藤宮さんが源さんを切って登ってきたので、その藤宮さんをガミが切ってましたあ、そういうことか、はい、ただあの死体の上でトータスさんがまだ仁王立ちしてるので、あ、僕はボタンを必死に押してました。あ、はい、どういうこと、何ってなってました今じゃあ昇降右に2死体、はい、源さんの死体がはしご下で上で藤宮さん、左に王子って証拠右行ってない？右行って、でめちゃくちゃ人がいたからこれ左行ってないんちゃうかと思って俺だけ戻っていってる感じ。そう、ね、僕も右側にいました。で、右直してる藤宮とストータさんと見えたので左回ろうと思って今シャワーぐらいまで行っていてって感じです。藤宮くんが直してるの俺に見えたんですよ。俺が見て、その後みんながなだれ込んできたんで、逆にこんなに人数来てもうたら左おらんやろと思って左行ってるっていう感じかな、七子さんのあれに答えると。とりあえず2死体出てるんで、最初の方が必須が計算じゃなかった。でも計算でもない。いや、今となっては分からん、容疑者も死んでるからわけ分からんことなっとるが。ごめん、ガミさん目線でトータさんはどうだったの？トータスさんは分かんないっす。いや、あっても待つでしょ。はい、あ、でも3人完全に重なってて、で藤宮さんだけ登ってきたんで切ったんですけど、あと、あ、なるほど、それトータスさん切ってて藤宮さんマットはなくはないぐらい。ああ、その切るの動きは見えてない。僕はもう一ボタン押して、左側が誰もボタン押してない、確認してる状態ですね。で、その藤宮さんを殺す前に、おまおじさん、ネロちゃんが昇降機右からアーカイブ側に出てったとこまでは見てるんで、うん、いや、そうなんですよ、だから、切れんの誰だ、七子さんぐらいしかいなくないですか、七子さんぐらいしかおらんと思うねんな、うん、でトータスさんがずっと右にいたのは、死人できてます、なんで、トータスさんの弁当はないんですよ、七子さんが救助してたら、ガミさんが。うん、ナナコさん切るしてたとしたらネロウマから見られるんじゃない、わかんないけど切るに関して。ナナコさんってどこで4人の共通見解で4人は1回右にいてるのは間違いないのよ、ガミ、ネロ、モモウマは。とりあえずナナコ釣って終わんなかったらトータスさん釣りましょう。終わるんじゃない、うん、
さすがに容疑者がいなくないかこれと思います。俺も一、うん、人だけ一人だけシャワーどこで切ってたし、ユキさんも切ってる。うおっ、あらーナイスだな。これはこれはなったか。これマット、これどういうこと、すごいこと起きてるな。あ、じゃあ頭かした。いやナイスナナさん、ナイスナナさん、ナイスナナさん、ナイス見事。そうなんや、初手が激アツすぎたやつだったらついてったら殺された。あ、でもネロちゃんしてナナさんが待ったかどうかわかんないか。絶対これタスク間に合わないか、ね、いや、ネロちゃんとは繋がってる。あの弁護士、あ、強っ。おっ、え、おっ、終わんねんだ。終わり。うわし、だる。ちょっと待って。うわ、だるこれ。絶対にタスクは終わらんから。ちょっと。つらなあかんねんけど。俺タスク3ですじゃん。いや、こんなん無理やろ。どえ、どうしようかな。だとしたら俺まあネロちゃんに見えるけど。いや、ネロちゃんに見えるっていうか、ネロちゃんしかなくない？初手俺、ガミさんと白で出てるから、うんうん。まあそうっすけど、それだったら俺このボタン押さなくないですか？わかんねえ、それも。わからん。それもわかんねえ。え、でも。俺がだからこれ二択にせなあかんねえ。七子さん、七子さんマットなの？え、ちょっと待って、ちょっと待って、トータスさんは、うん、俺目線では、いやでもどっちかわかんねえんだよな、藤宮マッターでもないじゃないですかこれで絶対、うん、だから藤宮が切ってた、でトータスさんが目の前にいたから、うん、それをガミさんが死にしてたっていう話だから、俺目線はおまおじさんと七子さんがつながってたぐらいしかないんですよ。で初手はでもそれができないって話になりますよね。初手は俺梅健さんも切れないし高田さんも、あ、違う違う、トータスさん疑ってないですだからその時点で、うん、今の時点で、うん、だから俺目線もおまおじさんしかなくて、マジ、え、でも神さんが結局だから梅健さんの切れをできるのが誰だって話になっていて、俺と藤宮の二択だったんですよ結局それって。いや俺ってね、神さんから白出てるから、うん、そうなんや、そうなんや、そうなん、一緒に行動してるから、ガミオマのライン、いや待って、どっちこれ、いやこれむずすぎるって、このボタンめっちゃ白いねんな。おまおじさんってトータスさんのこと信任できてるんですか、その武器庫にいたうんぬんの話、それは間違いなく置いてきてはいる。あ、そうなんだ。ただで、でそう、弁当も無理や、いやちょっと待って、うん、ネロちゃんは知らない、書店に関してはわからないけどこのボタンがめちゃくちゃ白く俺には思いちゃう、ね、でもそっか、ガミさんから白って言ってるのはおまおじさんなのか。そうなんよ、だからもう俺はネロちゃんに入れる、いや無理やがこれ。でもいやでもこれさ、も桃が高田さん切る否定できる、うん、で梅健さんが左にいなかったんなら両切る一応否定はできちゃうっていうところがあったから、でもボタンいる、ボタンいると思う。いやこれ、まあ、そうだから俺押してるっすよ、七子さんがマットなのか。いやこれむずすぎる。いやいやそんなことないっすよ。いや俺はどう考えてボタン知れー、いや俺段階から無理やって、俺はもう一度信じるわ、トータス入れる。いやこれはね、意見が変わったね、信じてほしい、このボタンを。いけるまずいくいくいく、藤宮はごめん、もうこれで申し訳ないけど、どうしようこれで、マジでごめん、どうしよう頼む死人だけを信じようぜ。藤宮ごめんって言ってるから、あー藤宮マジでごめん、いやどんまいどんまい、ハフネー、すみません。いや、もう何、ガミさん超ツンデレ、何あれ、もうすごい髪切りで分かったんだけど、すごい、いやマジごめん。ちなみになんで押したの、ネロちゃん。いや俺勝てると思いました。普通に議論で勝てると思って、議論で勝てると思って押したんだ、なるほど。いやでも一応ね、そうトータスとは見合ってんのよ初手で。そうなんです、一応両切る手はできるから。よかった、うん、いやごめんなさいマジで、超先輩、完全に先輩。いやいやいやボタンマジで白いわ、怖いいや勝てると思ったボタン押してこれいったなよとかニヤニヤしてた。そうそうそう、初手切るって高田さんがどっちが切ってるんですか。藤宮が弁当使ってますもん。だって証拠右横木右で停電を直してから弁当使って金庫まで行って、そこから店舗まで行って高田さんが言いたいのができたら、いや、やりすぎやで。そしたら言いたいミルケイさんが来たっていう。怖っ。ガミオマオジの奥に藤宮がなんかね、こうやってちょろちょろしてた。そうなんだ。やばっ。えっと思ったら嫌いだ。あいたんじゃん。こっからしても神尾文字の二郎で出てきたなと思ったら、シェリフっていうからパニックですよこっちも。何何って思って。いや、そうか。
いやーマジか、負けると思ってなかった。いやーどんまいどんまい。惜しかったね。はい。はい。